見てんじゃねえぞタコが食うぞこら。見てんじゃねえよお姫様。言いてえことはてめえの口で言えや。舌がねえのか。あ？僕は臆病で喋らないわけじゃないんだ。で、慎重なんだ。慎重にしないといけないんだ。僕は王子だ。そなたたちとは違うのだ。僕の発言には政治的な意味が生じるのだ。異国においてはなおさらだ。父王陛下のお許しもなく、不可侵条約だの、不快感の表明だの、できるわけがない。僕は慎重なのだ。そこそこマシな言い訳言うじゃねえか。おつむは足りてるようだな、お姫様。このプレイモノ！初めてだ。今まで僕にこんな態度を取る者などいなかった。ならいい経験じゃねえか。発言を取り消せ。言い訳などではない。お前などに王族の苦労の何がわかる。わめくんじゃねえよ、座ってろ。わめいてなどおらぬ。僕は自分の発言の正しさを主張しているだけだ。はいはい、わかったって。だいたいなんだその態度は。この僕を何と心得る。殿下、わし以外の者と話されるとは。